さあ、やってきます。南パスですね。ここも、そこの端っこが端っこになったのか。なるほど。そこにある。あ、もう野田阪神に変わってますね。ややこしいですね。阪神野田、野田阪神の野田なんか、いろいろやっぱり、このところにありますね。カーミナル。あれですね。なんかやたら有効調が長いなと思って、多分あれですね、あの名古屋の桜通り線みたいな感じで取ってあるんでしょうね。もともとこのホヤでもっと6両編成とかにしてくる予定やったけど、そこまで伸びてないで、もうそのまま4両編成を守り合った感じなんですよね。で、そうか、大阪メトロは基本全部あれなのかな、サードレール。そういや、ファンタグラフ方式のところはないのか。おや、どうしてか、どうしてか、さあ、で、こっからですね、どうしようか。一応、あ、乗せるような説明しようか。一応ね、山根さんだってバカじゃないんでね、プランを考えたわけですよ。どうやって、山田さんだってね、プラン考えようと思ったら考えれるんだっていうところね、ここら辺で見せとかないと、もう行き当たりばったりで、キャッチューター南立つんだもんな。さあ、よし、路線図見ながら進みましょう。とりあえず、南立つまで来ましたよと。で、この後なんですけど、まあ予定としては、八尾南ここは行っときたよね、ってところですね。あと、今里ライナーも乗ってみたいなってところで、どうしようかなと思ったけど、戻ってこうなるとは、で、平野っていうのもあるんですけど、なんか南立つから多分平野に、なんか、バスで行けそうなんですよ。なんで、ちょっと普通のバスでこう使って行って、で、行って、で、そっから、平野から行くのか、これなんか乗り換えするのかわかりませんけど、中本までは潰しといて、で、長井あたりか、中井か仙台あたりから、今里ライナー乗って、今里行って、今里から、三鷹の行ったら、終わりぐらいかな？そこぐらいまでは行けるかな？無理そうやったら、そのまま京橋から乗り換えたったら、京橋から、京阪で行けますもんね。京橋にはあるし、そんな感じかな。三鷹の大門とかまで行けるのかな、ちょっとわかりませんけど、とりあえず南大門、平野の方行って八尾南の方行ってみよう。天下茶屋とかこっちの方がちょっと回れんかな、今日中にも。6時半淀屋橋で見たんですけど、淀屋橋を6時半発ぐらいのやつに乗らんと最終間に合わんらしいんで、本当は中之島とかも行ってみたいですけどね。まあ、つか余裕を持ってちょっとここら辺まで回って京阪の駅回ってもいいですしね、せっかくのフリーキープなんでね。あ、そう、ちなみにこの特なフリーキップってやってましたけど、土日は、1日乗車券がどこにあるかな。あ、これ、エンジョイエコカードっていう。これが土日集計だと620円なんで。で、あっちが、京阪が片道430円ぐらいだったはずなんですよ。なんで、そうすると、単純に京阪を往復だけで使うんだったら、京阪はもう普通に切符買って、で、この大阪のメトロを1日乗車券のエンジョイエコカードでやった方のが、土日祝は安すむよ。ああ、一応祝日、平日でもそうか。
こっちのが一応安は済むんか。まあでも途中の京阪の駅でちょっと一回降りたりとかね、するよとかっていうのがあるんだったら、一回でも降りたら、もう全然こっちの方がもっと取れるよっていうぐらいのところですね。まあ、せっかくやから、そっちでもともと取ってみたし、あ、これか、大阪シティバス乗り場、調整中ってなっとるけど、あれあれバスはどっかへ乗ればええんや。平野の方にバスで行ってるんだよね、かな。で、Google 先生は言っとる。ちょ、またナビタイムで見ときゃよかったな。ナビタイムをこう、乗り場案内があるんですよとか、いや、ナビタイムで見て、さっきもバス乗り場が真反対行っとったから。ね、ちょっとやっとね。とりあえず南に立つのどんなとこなんでしょうね。あ、バス出てった。あれか。平野区役所。なっちゃうか。あ、中運もある。南に立つのでどっち行けへんねん。辰巳南って言った。地名は辰巳南なんや。富士番号が気になるな。気になるな。あるね。駐車、アジアンレストランね。あれ？こっちや。こっち行った方がいいんか？よし。ナビタイムでバス停調べよう。えげつないゴミの出方しとんな。あ、大阪はそっか、各軒先に出すんか。あの、名古屋みたいな感じやね。そうや、そうや。ナビタイムで、ナビタイムで主役が出るだろう。そこや。平野区なのかな？あ、神社のあれがある。結構立派な。辰巳神社、奥に神社があるんだ。なるほどね。辰巳神社ね。すごいな。合計29年みどし9月30日。いつだ。ちなみに歩くと相当あるみたいなんでね。大阪見るとですね、これか。現在時刻、出発検索、あれ13時12分、バス停の案内は出たけど、なんかすごい遠そうだな。ほほー、戻れって言ってる。いや、でも、その先、いや、あるな。ん？コスモの先にあるな。え？コスモがあるやろ。コスモがある。